鉛の天使が空に吠える。大人は誰も分かっちゃくれない。やがてその時は来るだろう。だが俺は愛を信じる。素直に話す気になった。なるほど、良い心がけ。ならばそれを態度で示すべき。わかる？主人の前で図が高い。下僕の分際で。主人の命令は絶対。下僕には迅速な行動が肝心。太陽よ、俺を焼き尽くすがいいの下りからを朗々とそらんじてほしいならば別。実に落ち着く。やはり指導には地べたを這いつくばる姿が一番似合う。土の味はどう？一度だけチャンスをあげてもいい。答えて、シド。何の夢を見ていたの？正直に答えたことは評価する。判決、死刑。では聞く。八咫神桃花とどんなデートをしたの？質問には明瞭に答えるべき。判決、死刑。授業中、私というものが隣にいるというのに、夢の中で八咫神桃花と楽しく食事をするなんて言語道断。下僕らしくできない指導は社会的資材が妥当。どうしてもというなら、今から言う言葉を復唱してもらう。許してください、折り紙様。私の体は一生涯、折り紙様だけのものです。折り紙様の頭皮の匂いが嗅ぎたいです。折り紙様の頭皮の匂いが嗅ぎたいです。心がこもっていない。感情を込めなさい、下僕。よろしい。その心意気に免じて減刑する。死刑改め。今後ハニー以外咀嚼禁止。
シド、今また少し迷惑をかけてしまった。でも覚えている以上何もなしというわけにはいかない。お詫びとして今度は指導が私を責めてくれていい。ダメ、いくら指導でも手出しは無用。これは真剣勝負だから。調味料、料理の極意は創意工夫にある。既存の調味料の概念にとらわれていては見えないものも多い。残念ながら指導がやってくる直前すでに一部投与している。これから隠し味で追加するところ。隠し味は秘密と相場が決まっている。指導は向こうで完成を待っていて。問題ない。大丈夫、絶対に問題ない。安心してほしい。わかった。すぐ用意する。少し待って。指導が借りたいと言うから。欲しくないの？そう。それで何？質問？そういうこと。それならハーミットが答えられることを聞けばいい。自分が質問をする、相手が答える。指導は彼女にそういうことを体験させたいと考えている。指導、構わない。指導の頼みならいつでも歓迎する。アルス・マリアの知識は豊富だけど、それを活用する経験が不足している。まず形から物事を理解するというのは悪いことではないと思う。
指導、話があります。少し気になることができましたので、しばらく教室を離れます。どういたしまして。プロデューサー、プロデューサー、疲れている。そうなの。プロデューサー、そのいえ、ただ私本当にアイドルになれる。うん、だけどそうじゃなくて、今よりもっとみんなに注目されて、若い子の憧れみたいな存在に。夢みたいな話。プロデューサー、きっと私を連れて行って輝くあのステージへ。あのプロデューサー、この衣装、商店街で歌うには少し派手すぎない？シド、プロデューサーはあの衣装がいいの？そう、ならいい。あれを着て頑張る。どうしたの、プロデューサー。たくさんの人に聞いてもらえるようにするにはどうしたらいい？笑う。私にはとても難しい。したい。有名になってプロデューサーとの怪しい関係を写真誌にすっぱ抜かれて電撃入籍したい。
どうすれば笑顔が柔らかくなる？楽しいこと？わかった。やってみる。別に私が楽しいと思うことを想像していた。実にエキサイティングだった。概念としては知っている気がする。わかった。試してみる。わかった。どう？笑っていた。そんなことはない。気持ちの上では2000ワット爽やかスマイルだった。造作もない。極めて破顔している。これではまずいの？大丈夫、問題ない。プロデューサー。